さあここからですね、今回新しくリリースされるアプリゲームザ・峠ドリフトキング1980を私がプレイしてみたいと思います。プレイというか見ていただきたいなと思うんですけども、はい、監修されてるんですよね、こちらのゲームね。はい、じゃあもう結構やられてますか。いや、文句だけ言ってる実際ゲームとかやられるんですか。下手くそなの。だからまあ子供でもこういう女の子でもやって、あ、なんか私でもできるっていうところが入ってて、そこからどん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 レベルアップしていくわけよ、チューニングで。なるほどカスタマイズしていって。あ、カスタマイズもできるんですか。任しておいてよ、俺関心ない確かに。じゃあ早速プレイしていきましょう、はいはい、収録写真がたくさん出てきた。かっこいい。黒いいですか、グレー。うーわ、めっちゃ速そうじゃないですか。なんか相当いかつい感じになりましたけど、はい、あれちょっと思いっきり顔映ってるじゃないですか突然の出会って、俺なんか女の子となんか恋愛の感じかなと思ったけどねえ、そういうこと言わないの。土屋さんとの出会いですか。ああ土屋さんだと。いいですね、こいつこれで勝負した。土屋さん勝てるわけないじゃないですか。えマジで。そうだよ。どうやってやんの。画面タッチでバトル開始。はいはい。え、どこ押すんだ。天の声。お、カノさん早いじゃん。これがアクセル。はい。うん、はい、これですね。この赤い部分で、その左のサイドブレーキを押すとドリフトができるようになる。おお、なるほど。はい。で、青いところを押すとそれで加速ができるようになります。なるほどなるほど。おお。グッとグッとグッと。やばい、土屋さん早い。いいじゃん。もうあっという間にレース負けちゃった。短いだから加速しつつ、あそこのポイントでボタンを押し てドリフト、ドリフトする。わかりました、ちょっともう一回出してください。いくぜ。うわー、ロケットダッシュ。お早い。おおおおあれ加速した。これは勝てるな。あれこれで加速じゃないの。なんかもう急にここ差が。そうだね、うん、ちょっと待って、あの加速はどうやるって。あ、そうです、赤いところで左側のサイドブレーキというボタンを押します。はい、はい、で青いところ、青い線があったと思うんですけど、はい、そのタイミングでまたアクセル踏むんですね。あ、アクセル踏みっぱじゃないの。はい、なるほど、で、アクセル、はい、なるほど、じゃあ、ルール白紙を取ります。1、5アクセル、もちろん、うん、で、1回目のここだな、ここね、サイド、アクセル、サイド、いい評価出ましたよ、頑張れ、サイド、アクセル、サイド、うん、めっちゃいい評価出てる、おやー、ドリキンが来ない。オッケー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 、分かった分かった、本当にタイミングだね、絶妙な、面白くもなんともない。いやいやいや、先生、こっから奇跡の出会いですから、運命的な出会いですから、嫌ですよこんな出会いさあ、これ土屋さんとはいワンチャプターで会ってはい、そっからどうなんだ。そっから俺はさらにレベルアップする。へえー、なかなかやるじゃないか、もっと君の力を見せるよ、次のステージに上がっていく。負けたくせに、ね、ここですか、右のレベル、はいはい、いいぞ、はい、頑張れ、
よし。サイド加速。あ、グッド。サイド加速。おい、ドリキン。おお。ね、ちょっと上手くなってない？よし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 、気持ちいい。あの長い間の赤いゾーン、ドリフトゾーン、あそこ気持ちいいっすね。カメラワークも変わるんですよ、あそこうまく決まると。俺が作ったゲームなのに、なんで俺が負けるの？全然気持ちよくない。素敵な出会いですから。これなんか俺負けてばっかりいるじゃん。ストーリーですもんね、これ。しぶといな、橋田さん。まだ挑みますよ、僕に。俺が負けると、次のステージに連れてくの。え、この勝負に繋がってお願いしたいことがある。この世界の運命の成立する重要な相談になると思う。もしも怖くなったら逃げ出してもいいんだよ。それじゃあ始めようか。逃げ出すわけないでしょ、この俺が。そうかよ、上等だよ。よっしゃ、行こう。夜だ。やばい。ゴー。サイド。加速。あ、抜かれちゃう。大丈夫。よし、行け。うわ。行け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 。うわ、うまっ。え？あ。スリップ、スリップ、スリップ。オッケー。グッド。来てる来てる。よし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 。分かった。掴んだら楽しいわ。決まった時の気持ち。楽しそう。ちょっと今一番今期待されて次に来たところ。ちょっと待って、これなんで土屋さんこれ二つに分かれてるんですか。俺は監修だからここからゲームを直させる。俺が負けないように。いやいや、ダメダメです。チャプター1でボコボコにされても僕は本当のゲームの主人公にこうなんか感情移入半端ないです、いつも、はいはい、だからなんか本当にただ自分がこの世界にいるような感じになれるっていうのが結構僕好きで、うん、ちょっとこれ進めていきたいですね、ストーリーね。面白いでしょ。面白いね。これはいいですね。小学校時代から数々のゲーム、そして携帯アプリゲームやってきた僕が、土屋さん一言いいですか。土屋さん合格。えぇ、そう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 、面白いです。面白い面白い面白い。